はい、半幕の本家の本物の貴族の半間岩先生です。私がちょっと人間よりか進んでるのはね、まあ、手でもそうなんだけども、非常にね、まあ、10時間以上休まないと毎日ねならない、デリケートなんだけど、デリケートにするとね、手もこのようにね再生していくんです。還暦なんだけど手が、女の人の10代ね、10代と変わんないわけですね。体の細胞が年は取ってんです。 手なんかもこのね、全然艶が違うでしょ。体がそうなってんですね。本物の貴族は艶が違うんですよ。で心臓もねデリケートで、麻酔が弱くて寝ちゃって死んじゃうんですね。普通人間と違ってデリケートなんで。ただね、心臓がちっちゃい、やっぱり、手ぐらいのなんですね。で、こうにね、体の細胞がね、体もそうなんだ、ボディもそうなんだけど、艶が全然60過ぎても、シワとかね、ばあさんとかね、じいさんみたいなのは、なってないんです。私の体は貴族だから、このように艶がいいんです。体全部、体ね、全然違うんですよ。ボディも普通60過ぎるとね、シワだらけとか黒いとかねなってくるんですけども、貴族は違うんですね。このようにちょっとクリームつけてるけどね、これハンドクリームね、薬用ので、全然違うんですよね、細胞が。それでデリケートでね、脳にはねエネルギー送れるんだけど、筋肉にはあんまり送れないんですね、私のエネルギーはね。で心臓はね非常にね弱くて、弱いんだけども、本当に体力もそれほどでもないんだけど、よく休むとね、1日のうち2時間ぐらいしか起きてなくて、よく寝てるとね、心臓細胞から再生力がちょっとあるんですね。でものすごく休んだり仕事しないと、体のね調整取らないで、動かさないでいないとね、再生されないんだけど、すっごくね、それに集中して動かないでね、体の再生というね念ずるわけですよ。そうすると時間かかるけど、1ヶ月2ヶ月寝てるとかね、動かさないで、そのことにだけ体の再生ということでね念じて、それしか仕事しないと、体がね徐々に修復されていくんですね。大きな傷じゃ治んないんだけど、自分の持ってる怪我してない、怪我するともう全然治んなくなっちゃうんですよ、私の場合。デリケートなんでね、再生力じゃなくて死んでいくんです、逆にやばいんですね。で怪我しなければで、ゆっくりその体をね壊れてることを再生しようというふうにね念ずると、少しずつだけで時間かかるけど、何年もかかったりするけれども、仕事も他できないですけどね、その再生力ねつけないとダメなんですけども、再生されていくんですね。で普通の人間の場合はならないんですね、そんな。だからそういう機能は持ってるんですけど、修理する能力は持ってないんです、弱いんです。で細胞がそういう再生型なんで、簡単に壊れたりするともう治んなくなっちゃうんですね、普通の人間と違ってね。だそれでね、非常に手なんかももう還暦過ぎてますけど、10月でね今年になってますけども、全然手の艶が違う、女と同じような若い時の艶で いるわけです、体もね。そういうことでね、全然貴族、本物の貴族っていうのはね違うということをね、ぜひちょっと知っていただきたいですね。どうもありがとうございました。